国鉄 EF53 型電気機関車 EF53 型は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1932年から製造した直流用電気機関車である EF52 型をベースに旅客列車用電気機関車として誕生した EF52 型に比べ高速性能の向上、機器類の信頼性と機能の向上が図られており 小型電気機,機関車の一つの完成型として、後続の EF56 系、EF57 型などの基本となった。1934年までに、日立製作所、芝浦製作所、汽車製造、三菱造船、三菱電機、川崎造船所、川崎車両、日本車両製造で19両が製造された。形式図本形式は、 e f 五十二型をベースとしているが e f 五十二型に比べ次のような点が変更されている。また、増備途中の十三号機以降は外観に変化を伴う改良も行われている。直流電化区間用の機関車で登場間もなくは東海道本線、東京構図、さらに九百三十四年の丹那トンネル開通後は沼津まで延長された電化区間において特急、 富士、ツバメに代表される優等列車の牽引を中心に使用された。EF52 型を上回るように設計された高速性能はそのような列車の牽引に適合しており各部を改良した機器は取扱いの面でも優れていた。この高い性能と信頼性を受け1934年製造分の13から19号機から出来倍審査を経て16から18号機の3両が おし列車用の機関車に指定され、後に製造された EF56 系の6.7号機と共に、1954年に後継の EF58 型が製造されるまで使用された。おし列車の運用において、戦前はトラブル防止の観点から必ず10連で牽引、戦後は短期で牽引された。太平洋戦争後は、 暖房用の蒸気発生装置を搭載する EAF58 型が登場すると、本形式は蒸気発生装置を搭載しておらず、冬季に旅客列車の牽引を行うときは暖房車の連結を要したため、主力機の座を離れて、高崎線などの地方の電化区間へ転属するか、東京周辺の小運転用に使用されるようになった。 1955年8月の時点での配属先は、1から15号機が高崎第2機関区、16から19号機が東京機関区。1963年、山陽本線瀬野八本松間の急行バイク間、瀬野八における補助機関車を無縁化する際、各種置き換え案が出されたが経費を考慮し、電車置き換えへの進展で余剰気味となり、 数がまとまっていて、車両の状態が良かった本形式が改造対象となり EF59 型に改版された。改造に際しては、運用上必要な量数を改造する方式で何度かに分けて改造され、最後まで残っていた3両が1968年に改造されたのを最後に EF53 型は形式消滅した。改造後の車盤は、 落成順に一から付されており、9番との関連性はない。EF59 型に改造後は、本来後継形式となるはずだった EF61 系の不具合もあり、EF67 型の投入によって置き換えられるまで、長期にわたって使用された。置き換え後も数量が解体されることなく保管され、その中の EF5910 は、1987年の 国鉄分割免営化時に継承され、展示用の不可動状態とはいえ、西日本旅客鉄道の車席を2006年7月まで保持していたが、同年同月に除席、解体されたことで背景式となった。EF53 に製造所名番前車が EF59 に改造されたため完全な状態で、残るものはないが、EF5911 が EF532 に,に、 外観だけ戻されて、薄い峠鉄道文化村に生体保存されている。製造署名板は、軽井沢町立東部小学校に保存されている、同じ芝浦製作所、記者製造製の ED422 のものから拓本を取って作った複製品が取り付けられた。また、EF59-1 が薄い峠鉄道文化村に、EF59-16 がカットボディとして、 日本貨物鉄道の広島車両所に生体保存されている。なお e f 5 9 0が JR 西日本の下関地域鉄道部下関車両管理室に保存されていたが2006年7月に解体されている。ありがとうございます。